こんにちは。高橋着物工房の高橋です。えー、今日はですね。よく皆さんが気にする背中心についてお話ししたいなと思います。えっと、背中心っていうと、えっと、帯の。上からと、帯の下からと、二種類ありますよね、えー。それに関しては、えっと、その背中心が合う合わない。 とといううことの方、えー、方法法はは実は全く違う、えー、方法ですよね、えー、下半身の分の背中心がどう合わせどうしたら合うのかっていうことと,、えー、と背中側の襟からつながる帯までの間の背中心がずれるっていうことに関してはやっぱりこれはちょうど背中真ん中がいいよねっていうことにはなってるけど意外とずれてる方が多いと思いませんか特に えー、こっち左肩の方に向かって背中がが動いてる方がすごく多いような気がします<う>で多分皆さんの中でもそれをどうやって直していいかわからない、えー、というふうに思ってらっしゃる方も多いのではないかなというふうに思って今日は、えー、私もずれる人なんですよ。 なんんででずれれしょうねあれねあ <laughs> こ,こっちで引く力とそれからこっちで引く力で結局こっちが強いということなんだと思うんですね。最後に止めるかからこっちが強いのかあときててもこっちはこうやって引,ける引いたりするけど上前というか、えっと、中側の下前の方はこう引けないためにどん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 きてるうちにこうやって。 ずれてくるのかもしれないですけど私はほらここで弾けるあの隠し玉をここに持ってますからあの両方一緒にこうやって弾けるんですねだからあの1回合わせてしまえばあのうんとそんなにそんなにずれていくっていうことはないんですが私がえと最初からずれるということに関してじゃあこうしちゃえって思ってやってる方法があるのでそれをご紹介します。まずは えと下半身の方の背中心のズレからいきたいと思います。で、えー、と今日はですねこの私の,あの着物をですねこのスレンダーなあのマネキンちゃんが着ていますで、えー、身長もちょっと低くしてるんでねおはじめもちょっと長かったりしますがご,ご勘弁でこの人に私の着物を着せたら背中心がどうなってるかというのをお見せしますね。 ちょっとあの記事的に分かりにくいの持ってきちゃったなと思ってまあいつものことですが後悔してますがここここにね背中心がこんなね端っこのあのお尻のあの右のお尻の真上ぐらいここまでこう背中心が来ていますでね完全にずれています。 背中はなんとかギリギリ合わせましたね。ここでかなりよじれていますけれども、合わせましたが、ここまでずれたなぜかっていうと、身幅が広いからなんですよ。いいですか身幅が広いどう。どういうことかっていうと、 まあ、私のお尻の幅に合わせて作ったあるものを、こんなスレンダーのお尻のマネキンちゃん、この人のヒップは86センチです。そして私の着物を着るとどうなってるかと言いますとね。ちょっとめくっちゃいますよ。ほら。こんなに織り込んでるわけですね。なぜか当然です。この着物の裾周りは、えー、140センチあります。 140センチっていうのはですね奥身、えー、って普通15センチ幅なんですよ、まあ、センチで言いますよ誰でもわかりやすいようにここの奥、ね、身ですねこれが下前と上前で2枚と30センチあるわけですそうすると140センチの裾周りで奥身2枚分引くと110センチですねで110センチを2で割りますそうすると55センチこれが 1>, 1枚の前身頃と1枚の後ろ身頃のトータルの数字です5 5ンチ私は前幅25の後ろ幅30ですからぴったし、ね、140それで私はこれがちょうどいいわけですねでもこの人には広いそうすると結果こうやって背中心がずれるということになるわけですお尻から下ですねこのお尻から下に関しては 着付けの技術ではなくって完全に寸法によるところがほとんど理由になりますですからあなたが決して下手で釣れるわけではないので気にしないようにむしろこれによって自分にちょうどいい身幅というのを割り出すっていうことができますねこの人が1 4 0ンチの身幅をつけてるということは今これこっち側が。 こっち側が140センチですね。で、ここからこうこれを巻いていくとすればね綺麗として巻いていくとすればねまあ上前今ここにいますねここに上前の0を合わせたとするとほらこんなに身幅が余っちゃう。ねこの身幅余,余るんだったらこれ余さないでここまでで仕立てたら 変にめくんなきゃいけないとか、余分な量をあの巻きつけなくていいということになります。このメジャーでですね。この上前ちょっと気持ち深め。脇も気持ち深めって言って、左右同じところでこうやって触ってですね。今この人の場合。えー、なんと126センチ126センチの身幅がちょうどいいと。 ね、きちっとこことここで止まるなら1 2 6センチ、まあ1 2 8センチしないしねそのぐらいあればいいっていうことです。ということはですよ私の寸法から 12cm も削らなきゃいけない8 6センチのヒップの方、えー、標準寸法みたいなもので作ったら大変宮が余ってるはずですあのー、怖がらないでやっぱり自分の寸法に合わせた方がいいですね。あのー、 ちょっと多めに130って考えてもえっ、ー、と見でだで大体大人は1 5ンチ取りますからまあ1 5ンチだとしてですね3 0ンチが奥見幅ねこの奥見幅で取られるとすれば1 0 0けでをそうするとですね5 0ンチが後ろ身頃一1枚と前身頃一1枚の数字になるっていうことになりますからそうするとね まあ大人の標準寸法というとあの29とか3 0ンチの後ろ身幅に2 4ンチの前身幅っていうのがよく普通って言われてますけどそうするとですね多くなっちゃうわけですよ、ね、ですから後ろ身幅が例えば5 0ンチであの作るってことは二十 28cm の 22cm とか 27cm の 23cm とか多分ぎょっとするくらい狭い数字になりますがお尻の小さい方はそのぐらいにして余分がなくってすっきり着られるっていうものに日常着物はなるはずなんですね。あの訪問着やなんか柄合わせがあってどうしても広く縫わなきゃないっていうものも確かにあります。これは どっちの便利を取るかっていうことを考えたらいいわけなんですが日常着物においては自分のヒップにメジャーを巻きつけてですねこうやってメジャーを巻きつけてみてください私これで必ず本でも言ってるんですがなかなかあの怖くてやれないということがあると思いますがほらほらあちょっとえいこっち。 こんな感じこうわきわき私、本当これね、すごい痩せてる時からこの寸法で、痩せてる時はね、こう組1枚ぐらいこう掘り返してたんです今、ちょうどになっちゃいました。悲しいかな 喜ばしいのかわからないけど、あのー、今ね、ぴったりになっちゃいましたね。これ以上太ったら、あの、どん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 、こう、こういう風に、このマイミがこう広がっていくんで、こう、だんだんこれがこう前に来るということになって、ああ、身幅出さなきゃっていうことになると思うんですけど、今ギリギリ限度なので、ここでなんとか抑えようと思っていますね。これで、あの下半身に関しては、そういうことなので。 どうぞあの自分の、えー、と寸法を見直すっていうこともあるしリサイクルを買うときにじゃ裾周回り何センチあったら、えー、と自分の,あのお尻 周りに対して摺中心がどこに来るかっていうのが一発でわかるようになりますからメジャー持ってって裾周り測るっていうのことをリサイクル買うときもねしてくれたらいいかなと思いますあの摺中心ずれることに関しては私はねあのお尻のところがずれる分には私はまあほとんど気にしないですなぜかというと身幅によるところで着付けの腕によるところじゃないから仕方ないんですね。 あの合わせるってことは大事なんだけど絶対に合わせなきゃいけないって先生とかに言われて苦しんでる方もいるからあえて言いますけど私は下半身。 えお尻のとところがちょっとずれるくらいむしろちょっと右にずれるちょっと深めですね深めでちょっとこっちに多く入れられるぐらいがちょうどいいかなというふうにあの立ち座りした時にあの開かなくてよくってあの、うん、と巻きつきすぎて苦しくもないっていうかあのもたもたもしないっていうあの、うん、と身幅お好みあくまでお好みですけれども私はちょっと深く。 入るくらいがちょうどいいかなとは思っていますそうなると接中心がほんの少しこう右に触れていくっていう感じなんですがそのぐらいがちょうどいいかなぴったりよりなというふうには思っていますどうぞあ,のあんまり気になさらないように下半身に関してはということですですが 上身頃の背中心がずれるっていうことに関して言うとこの辺のシワにもつながりますしねできれば真ん中だといいですよねただ見えないのと後からそうやって力がかかることによって徐々に徐々にずれるっていうこともありますしうーん 右にずれてる人って私ねまず見たことないんですよほとんどまあ100人いて1人いないと思うくらいほとんどの人ずれたら左なんですねでこれの直し方を今からやっていきますはい、えー、帯を解きました、えー、背中心を合わせる手前で今、えー、手前まで戻しましたで今、あのー、この状態で これ襟がね掛け襟が合ってますよね、ここでね合ってます。で必ずこれしますよね、こうやって合わせて,こうやって動かしたりするところもありますね、背中,心の,この,背中のこの縫い目を持ってこうやってあのキレをなじませたりねするする流派もあると思いますけれども、これで今、背中心合ってますね。ね 当然でですよね前で合わせてるところがこのまま着付けていくと最終仕上がりでこっちに入ってくるっていうのよくないですかあねよくあると思うんですよ。だいたいたこっちにずれるんですね最後の仕上げでこう襟を引いてこう整えるこっちにかかる負荷が多分大きいんだと思うんですね。 それが伝わって背中がクククククククってちょっとずつずれて、まあ、1 2センチずれてるっていうのが普通ですねあの多いです。で私はこれをうん気にしてこう引っ張るっていうのは面倒くさいなと思ったので、えー、考えたのはですねこの最初にセンター合わせた時に逆にこっちに下前を多く下前を多く。下前を多く わかりますここね、こ,こねここここ,ここずれてますね下前の方がねあの余計に引いてるこの状態で背中心見てください右にずれてますよねねこの状態から着付けを始めるんですよそしたら2センチこっちにいつもずれる人はセンターに戻るだけなんですよねやってみますね えー、私の場合は後輪ベルトを使いますので今中をちょっと整えてですね後輪ベルトパチンで今もうすでにね今キュッと引いた瞬間にまたすでにこっちにずれてるんですけど多分これに勝るくらい力が多分かかっていくんですよね。よくあのずれる 左にずれるっていうことがありました今これで、えー、着想し終わりましたねまあこれであと伊て締めしたり胸ひも胸ひもして伊て締めしてとかってことを皆さんなさると思うんですけど今この状態で接中心がどうなってるかこの2センチ下前を引いた状態で来ましたけど後ろ見ますねどうですかぴったり合ってません <laughs> すごい簡単な方法だと思います。あのーえー、どうしてねこっちが強くなるのか分かんないちょっとねこれはね分かんないんですよ私も。えー、ただ、えー、最後の仕上げっていう意識が絶対に働くんだろうなと思うしなんか分かってる人いたら教えてください。でもそれを考えてそれをやめるよりめちゃくちゃ簡単なのは最初から 2cm こっちにこうずらしておけば。 背中心合わせやすいと思いませんか？実際これで私はほとんど背中心が合います。でね、あの触って確かめるってとってもね。 有効だとは思うんです触って確かめるただねあの肩痛い時なんかねもうどんでとんでもないねこの辺に手が来ただけでもねもう上がらないとかそういうこともあるしきっちり手が上がっていく人ばっかりではないしあと必ず触るということを癖にすればいいんですけど私なんかあのすぐ忘れちゃうんですよねなのでとにかく最初からこっちを2センチ長くっていうことを しし、うん、したたら背中心気にななくて <laughs> よくてりました時々もっと寄るってこともあるかもしれないけど、まあ、日常着物においてはそんなに厳密に考えなくてもいいかなとは思うんですが肩にシワが寄ったりあのひどいとやっぱりね3センチ以上ずれるともう背中にこういうシワが寄りますからあのなんとなくあの気,に気になっちゃいますね。いいんですけどあの本人 あのひどひどくなければいいんですけどこの辺のシワの入り方も変わりますし、あのどっちかって言ったらま真っすぐがいいなと思っていらっしゃるのであればあの今の方法簡単ですからやってみてくださいあの2センチずらして最初に始まるっていうだけのことですからやってみてくださいはい今日は、えー、そんなことです日常着物に特化して、えー、日常着物をいかに 簡単に、えー、優しく楽しく面白く着物を楽しめるかということで、えー、お送りしていますまた今度何やろうかな何かやってほしいことあったら言ってください、えー、やりますので毎週1回を目指して、えー、放送を続けていきます、えー、また、えー、Facebook とか Instagram とか、えー、いいねとか、えー、高評価とかあのー、よろしくお願いいたしますまああんまりね、えー、競ったってしょうがないし土台あんまりあの高発だしそんなに人気があるわけでもないから <laughs> からあのいいんですが、あのもしこういうことって役に立ってくれたら嬉しいなと思うんですね、えー。情報っていうのは届いてこそなんぼだ、商品も良さが伝わってこそなんぼだっていうふうに思うので、えー、これで助かったとかあのためになったとかあのやってみたら良かったって言ってくださる人が一人でも多くいて着物を楽しんでくださるといいなと思っています。えー、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた来週。